also a formal medical care facility using multi-ply removal equipment. まず事故10年経ちまして、さまざまな取り組みをこれまでしてきましたけれども、やはりこれから大きく課題として進めなきゃいけないのは、一つはやはり燃料を取り出すということになります。燃料も溶けている燃料と溶けてない燃料ありますけれども、今溶けてない方の燃料、これは3号機を今取り組んできて、いよいよもうそろそろでも取り出すことができるといったところまで来ています。これ使用済み燃料プールからの燃料を取り出しと言っています。あとは溶けてしまった燃料もあります。今調査を進めてきて2号からスタートするということで準備を進めているのが、溶けてしまった方の燃料デブリの方の取り出し。他のところに上げてくるって言ったから、でもここは強度を保つために強度によって、そう燃料を取り出すためのですね、ロボット製作を海外にお願いをしたりということをしてますので、その中で、少し工程に影響が出ているところがあります。これは今年からですね、2号機の燃料を取り出すということで今進めてきましたけれども、少し1年近くですね、少し工程が伸びるということで、今工程の調整を再度ですね、見直しているところになります。